業オタク、まゆぴぴです。はい、ということで今日は乃木坂46さんの公式ライバルを歌っている僕が見たかった青空さんについてお話ししていきたいと思います。私のチャンネルでは女子ドルを中心としたオタ語りをしているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、スタート。はい、ということで早速ですが、本日はですね、乃木坂46さんの公式ライバルとしてオーディションを開催し、先日発表されました僕が見たかった青空さんについて見ていきたいと思います。秋元康さんのプロデュースで、乃木坂の公式ライバルという形でですね、もともと乃木坂が AKB48 の公式ライバルっていう形でできていたので、その公式ライバルっていうことは、新しいグループは AKB っぽくなるのか乃木坂っぽくなるのか、果たしてどっちだっていうのがすごくずっと気になっていたんですけど、雰囲気を見る限りすごくなんか清楚なイメージというか、まだね、曲も1曲しか公開されていないのでわからないんですけれども、すごくなんて言うんでしょう、またスカートも長めなイメージで、お上品な学生さんみたいな感じのコンセプトなのかなっていうふうに思いました。まずはですね、公式サイトに載っているコンセプトについて見ていきたいと思います。僕が見たかった青空、誰も小さい頃見ていた夢があります。大人になったらこうなりたいと抱いていた願いです。やがて大人になって理想と現実のギャップに気づくと、自分の夢を語らなくなります。僕たちはいつ諦めることを覚えてしまったのでしょうか。確かに夢は遠い。それを掴むまではいろいろな障害があるかもしれません。でも夢は必ずこの先にあるんです。雲に覆われた向こうに青空はあるんです。彼女たちはこれからデビューします。まだ夜明け前の暗闇の中の青空を信じて。大人になった僕たちはいつの間にか諦めてしまったけれど、彼女たちには見てほしいな。僕が見たかった青空を。ということでですね、デビュー曲は青空について考えるという曲になっております。すごくこうグループ名にマッチした感じのタイトルのね、曲でデビューするっていうことなんですけれども、私がすごくいいなって思ったのが、この僕が見たかった青空というフォントですね。グループのロゴにもなるフォントが、なんか懐かしさというか、ちょっとこう昭和テイストというか、なんかほんと青春って感じ。でも青春って言っても、なんかうちらの平成の青春じゃなくて、なんか昭和の雰囲気が漂う感じがすごく美しくて可愛いなっていう風に思いました。やっぱこう、僕が見たかった青空とか、なんか僕たちはいつ諦めることを覚えてしまったのでしょうかとか、彼女たちはとか、なんかそういう言い方が、やっぱなんか男性をターゲットにしているグループなのかなっていうふうに思いました。てか、もともとはその女性アイドルグループって、やっぱり男性のファンに支持されることが多かったですし、っていうところはあるんですけど、まあ、近年女の子のアイドルが女性に支持される、割合がすごく高くなってきているっていうのも以前動画でお話ししたと思うんですね。で、今ライブアイドルの界隈でもやっぱりチェキ会に並んでる女の子がすごい増えただとか、女性限定での対バンライブが開催されるようになっただとか、あとはこう、いろんなアイドルさんたちがサンリオとかね、そういうもう可愛らしいキャラクター、まあ、今までは女の子が好んで使っていたような、もちろん今は男性もね、集められている方多いんですけれども、そういうイベントとのコラボをしていたりだとか、そういう時代にこう差し掛かってきている中で、あえてこの僕が見たかった青空という、結構なんて言うんでしょう、古き良きテイストを残しているのは、もうターゲットをがっつり絞っているなっていう雰囲気がありました。今回のお披露目の時の衣装がちょっとセーラー服みたいな雰囲気ですけど、でもスカートは長くてっていう衣装だったと思うんですね。で、セーラー服っていうのもちょっとこうどこか昭和の雰囲気というか、まあ、最近はブレザーの学校が増えている中で、 AKB48 さんは結構初期の頃からブレザーみたいな感じの衣装が多かったと思うので、まあ、それに対して逆にこうなんか逆の発想みたいな感じでセーラー服になっているのが、もの珍しいというか新しいなっていう風に思いました。最近でセーラー服というと、本当に新しい学校のリーダーズさんとか、そちらを思い浮かべてしまうところがあるので、そこであえてセーラー服にまた踏み込んでいる、もしかしたら今昭和レトロな雰囲気とかがまた再ブームを巻き起こしているのかもしれないんですけど、なんか清楚さの中にも、そのスカートの長さだったりとか、まあ当時は多分スカートの長いセーラー服の方がなんかヤンキーみたいなのもあったと思うんですけど、なんかこの雰囲気だとスカートの長さもぴったり合ってますし、あんまりヤンキーっていうイメージはなくて、
まあ、清楚で、そしてブルーなのはおそらく AVEX が出しているから、そのカラーのブルーにしているのではないかな。そして青空なので、あのそういうイメージでやっているのではないかなというふうに考察いたしました。すごいのが、応募総数 35,678 人の中から選ばれた23人ということで、多分ここまでもね、厳しい審査がたくさんあったと思います。最後には合宿も行われたみたいなので、あの本当に厳しい戦いを耐え抜いてやってきた23人だと思うので、あのお披露目の YouTube も見たんですけど、本当にみんな可愛いんですよね。で、私清楚系アイドルが大好物なので、いや来た来たと思いつつ、さてこれからどういう歌を聴かせてくれるのだろうというのが楽しみでしょうがありません。で、今回あの1曲だけなんかお披露目の時にちょっと流れてたんですけど、あの AVEX さんのアイドルって、まあ、今までの雰囲気とか見てきてると、まあ、アイドルストリートができてからの、時代はやっぱり AVEX さんっていうだけあって、歌が上手い人が多いっていう印象、一人一人のパートがあって一人で晴れちゃうみたいな、そういうアイドルさんが多いイメージだったんですけど、まだ今回あの僕が見たかった青空さんたちはあのまだデビューしたばっかりで、こう経歴がある子が数名しかいないので、まだレッスンも積んでいないと思うので、割と聞いた感じはコーラスハーモニーっぽい感じの曲なのかなっていう風に思いました。曲調としては乃木坂さんとかそういう坂道アイドルさんに近い感じのメロディーだなっていう風に思いました。今回のセンターの八木とわさんはもともと AVEX のアカデミー生だったみたいなので、よく見てみると、私すごいあの AVEX のアカデミーに自分も幼い頃通っていたのですごいわかるんですけど、めっちゃ AVEX 側だなっていう風に思いました。あのなんて言うんだろう、やっぱりこう花があって、で結構顔もはっきりしていて細いみたいなそういう子が本当に多くて、そういう子がまずデビューできるみたいなイメージがあったので、ワンチャントアさんだったらこう韓国系アイドルとかでもメイク変えたらなんか映えそうな顔だけど、今回はちょっとこういう清楚なテイストなので、まあアカデミーでずっとレッスン頑張ってきて今回デビューに至ったという形だと思うんですけれども、もうすごく可愛らしくてもう楽しみですよね。だからちょっとこうなんて言うんだろう、今までになかったというか、こう練習生から一生懸命練習してきて、センターになるっていうのは結構新しいことなんじゃないかなと、日本の中では、そういうようなね、イメージがあります。むしろあの平成初期とかは結構アクターズスクールとかでめちゃくちゃ頑張ってきてデビューみたいなの多かったと思うんですけど、最近はねオーディションで合格してっていう方が多いと思うので、まあ、そこもなんか古いけど新しいみたいな、これが本当にテーマなんじゃないかなって思って、すごく楽しみですね。で、他のメンバーもマジでお披露目かっていうぐらいめちゃくちゃ可愛いんですよ。で、メイクとか多分メイクさんが入ってると思うんですけど、もう素材がいい、素材がいいから、本当にそのままで、ピュアな感じでやっていってほしいなっていう風に思いました。青色の服というと、最近秋元康さんがプロデュースしているブルーベリーソーダさんとかも、なんか清楚なイメージでスカート長めみたいなイメージだと思うんですけど、まあ、乃木坂のね、ライバルが、僕が見たかった青空さんということですけど、まあ、実際的にはやっぱブルーベリーソーダさんとかとも同期じゃないけど、ちょっと先輩ですけれども、なんかこう被るというか一緒に番組で会うこととかがあるんじゃないかなと思うので、そこら辺もどっちがどういう風に人気が出てくるのかとか、乃木坂さんがこの件に対してどう思っているのかとかも気になります。はい、ということで本日は僕が見たかった青空さんについて自分なりに考察して語っていきましたので、ぜひですね、皆さんもコメント欄で思ったこと書いていただけると嬉しいです。個人的には美少女清楚系アイドルグループが本当に大好きなので、もう楽しみでしょうがなくて、どんな曲が出るんだろうとか、あと若いメンバーも多いですからね、15歳から21歳ぐらいのレンジで撮ってたと思うので、もうこれからの成長が楽しみですし、番組にどういう風に出てくるのかなっていうのも楽しみです。推しメンはまだ見つかってないので、ちょっと見ていって、やっぱ番組とかでどういう立ち振る舞いするのかとか、歌のうまさとか、そういうの見て推しメンも見つけたいなと思っております。この動画が良かったよと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。まゆぴぴでした。バイバーイ。